もジョージある日の野口です。この前ね、過去の動画をチェックしてたらね、見つけてしまったんですよ。ジョージア民族舞踊を習い始めた1年後に同じ振りを踊ってみてる動画。僕はね、もともと劇団四季で6年間俳優をやっておりまして、現在ではジョージアという国の民族舞踊、ジョージアンダンスっていう踊りの現地の舞台に立った唯一の日本人、ジョージアンダンスの日本人第一人者として活動してるわけなんですけれども、その動画がね、この2年ぐらい前の動画になるんですけど、1年半かな、ちょっとわかんない。まあ今日何をやっているのかと言いますと、過去の自分と勝負してやろうかなって。まあ現在ですね、この僕がジョージアに単身渡って、ジョージアの民族舞踊を習い始めてちょうど3年ぐらいが経過したんですけど、今日本にいるんですけど、まあこの辺でね、この習いたての頃に踊ってた振りをもう一回踊っていこうという企画でございます。それではやっていこう。ってことでね、まず練習していこうと思うんですけど、別にこの3年間ずっとこの振り踊ってたわけじゃないんだと思うんで、全然振り覚えてないんですよ。なのでちょっとしっかり練習をしていきたいと思います。3年やってみて思うんですけど、このジョージア民族舞踊にも、ね、このある程度型とか流れとかこの法則みたいのがあるんですね。手のポジションとか、足がこういったらこうとか。ただこの振り付けね、改めて振り返ってみると、なんでこうなっちゃうんだろうなっていう振り付けがね、結構含まれてるんですよね。踊る側からしたらめちゃくちゃですよ。変な振り付けだ。誰ですか、こんな振りを作ったのは。確かダビッドさんっていう僕の最初の先生ですね。はい、というわけでございましてね、めちゃくちゃ汗かいちゃった。まあできる技とか増えてるんで、まあ昔よりはいいんじゃないですかね。さすがにこの下手になるってことはないと思うんですけど、まだまだね、ちょっともっと上手に踊れるように頑張っていきたいと思います。皆さんもね、もしジョージアンダンスやってみたいとかあったら、この概要欄から LINE 公式アカウントがございますので、そちらからどんどんお問い合わせください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではジョージアとジョージア民族舞踊のことを日本の皆様にもっと知っていただけるようにね、これからも頑張ってまいりますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それとね、動画じゃない日常的なことは Twitter で発信したりもしておりますので、そちらのフォローもしていただけたらとってもありがたいです。それではまた次回。グッドガモイスルーとある日、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。